田田でございます、えー、お二人の口述人の先生方、本日のどうもありがとうございました。あのまあ、今後の展望を考えてです、ね、我が国であったり、われわれがどうすべきかというのを、まあ、考えていきたい、いく必要がある、まあ、重要なんだなという思いであります。でですね、あのまず、本、えー、田口述人にお聞きしたいと思います。あの まあ、あらかじめいただいてたです、ね、あの無人戦闘機の資料など興味深く、はい、あの見させていただきました、でですねあのまあ、戦闘機であったり、まあ、兵器であったりです、ねまああのまあ、もちろん時が経てば技術進歩していくわけでございますが、あのまあ、数多くいろいろ見られてきたと思うんですけれど、あのまあ、ご自身で、まあ、感じた、あのまあ 技術の進歩のペースであったりあとあ、あるいはそれを踏まえた上での今後の展望などをお聞かせいただければと思います半田口実に。あのもうあの私、防衛記者をやって30年になりますけれども。 まあ30年前のものは本当に陳腐化していて、到底まあ現代の戦闘には役に立たないものが多数ある一方で、当時のものであってもまだ有効なものもあると、ですから、我々の社会の進み方と比べた場合、兵器の世界というのはむ,むしろゆっくり進んでいくということもあるんだろうというふうに思います。 他方ですねあの、今日ありましたように、ハイブリッド戦のような、まあ、新しいジャンルが出てきて、まあ、そこも取り込んでいかないと、日本としては守り,あの守りを固めるわけにはいかないというようなことも出てくると、まあ、そうすると、実は新旧のものを取り合わせて使うということや、あるいは新しい分野にマンパワーや予算を投入するということが、同時に行われないといけないわけですね。 ましたがって、それをこうバランスよくこう配分していくということが、日本を本当に強くする方法だというふうに思います。あのここのところ、やはり見ていくと、政治の介入という形で、本当に必要であるかどうかということを度外視し,した上えで、どんどんアメリカから武器を買ってしまって、その結果、苦しくなって枠を広げると。 あまあ、本来であれば予算というのは貴重な財産あの国民から集めた税金で、えー、かなりの部分を賄っているわけですから積み上げ方式が必要だと思うんですねで今回の2%というのは枠をいきなり与えてしまってこの枠の中で自由にやっていいというような誤解が今、防衛省自衛隊には生まれているのではないかと今日お話したように、えー、3種類のミサイルの国産同時開発 これできないと、私はまあ大変失礼ながら思いますね。まあ、そういったものの、尻拭いを誰がするんだとまあ、結局国民が自分の国を守るための兵器が足りないだけれども、税金だけは取られた。そんな話になってはいけないなと、そんなふうに思います。浜田聡君はい、あのありがとうございます。引き続き半田参考人にあ口述にお聞きしたいんですけれど、あの？ 今度は北朝鮮をあの、まあ、指定にしたいんですね、北朝鮮の軍事力の,、はい、あの向上ペース、あと今後の展望、をお聞かせいただきたいと思います半田口実に北朝鮮のミサイル能力っていうのは、非常にあの目覚ましいものがあると思います。 でただ、そのミサイル開発になぜ力を入れているのかということにもちゃんと注目しなければいけないと思います。やははり北朝鮮はあ北朝朝鮮鮮のの労働党の危機 である労働新聞などでもたびたび言っているように、えー、例えばリビアやイラクの二の舞にならないための強力な抑止力が必要なんだと、まあ、つまり、えー、リビアもイラクもアメリカの一方的な攻撃によって、まあ、指導者があ殺害をされたという事実があります。 まあしたがって同じような目に遭わないためにはアメリカに対抗する強力な抑止力が必要だと、まあ、しかしながら通常兵器をたくさん揃えるほどの予算的な余裕がないことからまあ一点豪華主義で核とミサイル開発に進んできていると。 いうことですよねしたがって北朝鮮はその一撃の反撃能力はあるとはいえ、継戦能力といって、戦争を続けるための能力というのはほぼないと、だけれども、その一撃さえあれば、アメリカからは攻撃されないというような、そういった確証を得たいと、さらにそれが国内向けには、我が国はアメリカに対抗し得る軍事力があるんだというふうに見せて、求心力を高めることにもなるし、同時にアメリカに対する対話のための材料として出すことも できるとそんな風に使われていると思います。浜田聡君はい、あのありがとうございます、えー、次にですね。あの鈴木公述人にお聞きしたいと思います。あの、先日、hc3 ロケットの打ち上げ、えー、がまあ、ありました。まあまあ、その前はイプシロンロケットなどもあったと思うんですけれどまあ、我が国の宇宙政策に関するまあ、現状、あと今後の展望などをお聞かせいただければと思います。 鈴木公述人。にはい、ありがとうございます。あのまあ、えっ、ー、と今回のテーマとまあ、外交安全保障に直接関わるわけではないんですが、私はあのえっ、ー、と内閣府の宇宙政策委員もやっておりますので、あの簡単に、えー 日本、まあ、H3 とまあイプシロンが失敗したということは、まあ、極めて残念なことであります。ただ、まあ、H3 は今回初めての打ち上げで、まあ、初めてのロケットが失敗することは、まあまあ,あることでありますので、まあ、そういう意味では、あのこ,れにこれでなんかすべてが終わったというわけではないだろうというふうに思います。えーまあ、初号機の失敗が将来的には、あこの、えー、糧になってです、ね、次からの成功につながっていくということになるのが一番 一番望まましいいとは思いますがただ、やはり国際的な、まあ、特に市場からの信頼を回復するためには、えー、かなりまああの地道にあの努力をし続けなければならない、そのためにも政府があの続けてです、ね、今後もこの打ち上げを続けると。 いうコミットトメントをし続けなけなななればならいないいだろうというふうとに思います、えーまあ、あの日本の宇宙開発は、まあ、あのちょうど、えー、この安保3文書が出ましてで、その中には宇宙の部門も書かれていまして、安全保障上の宇宙利用ということについても、また宇宙空間の安全保障をどうやって守っていくのかということについてもです、ね、今、新しい局面に入ってきておりますので、えー、日本として、えー、この宇宙開発を続けていく、そして、えーまあ、安全保障のみなら まずですね。社会経済全般にこの宇宙を活用していくということが、これから目指すべき方向性だと思っていまして、それはあのロケットの失敗で、えー、終わるものではないと思っております。浜田聡君はい、あのありがとうございます、えー、引き続き、えー、鈴木補充人にお聞きしたいと思います、えー。ロシアのウクライナ侵攻についてでございます。えー、まあ、ど,どちらもですね。あのー。 まあ全力で戦っている状況かと思いますが、ただですね、ウクライナが戦うのをやめてしまうと、侵略がまあ成立してしまうわけですが、ロシアに関しては、戦うことをやめるという選択肢があるのではないかと思います、で、ロシアに関、どちらも状況苦しいと思うんですけれども、ロシアについてもやはり苦しいという状況が、いろいろと情報から、ま、あ 感じられるところでございます。ということで、まあ、今後、ロシアが侵攻、まあ、をやめる可能性、まあ、そういった展望などありましたら、お聞かせいただきたいと思います鈴木公述人、はい。ありがとうございます。あのロシアがまあ今、どういう意図を持って戦争を継続しているかということが、なかなか理解しづらいところがある。まあ、最初はその 短い時間で一気にこのー、まあ、キーウまで、えー、陥落させ、そして、えー、ゼレンスキー大統領が逃亡し、そしてロシアはあの容易にウクライナを支配できるだろうと思って始めたものが、まあ、今やもう1年経って、でなかなかこう始めてしまった以上やめられないという状態に今、あろうかと思います。ただ、やはりあのプーチン大統領といっても、無限に弾があるわけでも、無限に資金があるわけでも、無限にサポートがあるわけでもないので、いつかどこかで、えー、その弾切 切れですとか資金切れですとかあのまあプーチン大統領自身のこのまあ、足元の支持が失われていくというような環境が生まれてくればですね、えー、その状況次第ではあまあ、戦争をやめなきゃいけないという判断に至る可能性はあると思いますただやはりあの一番のポイ,ポイントになるのはやはりウクライナ軍がこれからどれだけ抵抗ができるかまあ、その抵抗もやはり今あのウクライナもまあ、なかなかやっぱりこう 戦争を続けるための力というのをこう出し続けるというのはなかなか難しい状態ですし、また西側の支援というのも必要になってくる、まあ、これが今、膠着状態になっている理由ではありますけれども、まあ我々ができることというのは、経済制裁をよりこのを徹底してです、ね、えー、まあロシアの弾切れ、それから資金切れ、これを加速させるということに尽きるのかなというふうに思います浜田聡君。 はいあ,のありがとうございます。あのまあ、最後、ちょっと時間もなくなってるんですけれどあの鈴木先生にお聞きします。あのまあ、安倍政権からです、ねまあ、岸田政権にかけての、まあ、外交・安全保障の、まあ転まあ、変化というかあのあの、あるいは評価などをお聞かせいただければと思います。鈴木 安倍政権が非常に長かったので、まあ、長い間その、えー、こういろんな変化があったと思うんですけれども、まあ、安倍政権のこう一つの目標であったのは、た多分一番大きいのは対ロシア政策が変わった部分だろうと思います、それはやはりもともと北方領土の返還ということをライフワークにされていた安倍元首相の、まあえー、対ロ交渉、まあ、これが結果的にはです、ね、あのその結果には結びつかなかったわけですけれども、えー、それとこの まあ、あまあ、岸田政権になってからですね。このロシアのウクライナ侵略があったことによって、まあ、対ロ制裁、対ロ政策というのは大きく変わったというふうに思います。ただ、全体としてですね。その圧倒的なこの変化があったというよりは、やはり継続の、中で、この日本の外交安保政策というのが。一定の、この。 まあ流れの中で、継続されているんだろうなというふうに思っておりますし、それがあの外交安保政策のあるべき姿なんだと思います浜田さん、いましく。終わります以上で、口述人に対する質疑は終了いたしました。